フ,ルフィリピンと中国関係改善あ新首相の話、ね、今日発足するフィリピン新政権で外相を務めるパーフェクト野菜氏が中国との関係改善に意欲を見せています。<coughs> 領有権を争う南シナ海問題で譲らない立場を強調しつつも。中国を含むすべての国との友好関係を強化すると語るなど。秋野政権とは異なるスタンスを示しています。さあ、大統領ね、大<う>変わりまして。いや、実はですね、今、あの世界のその全体の運営の仕方が深く議論されてるんですよね。で、あの今まで欧米の指導者階級というのは、どちらかというと。 ヘゲル哲学なんですよ正義反論2つの違うものをぶつけ合わせてそれであらかじめに用意された結果を生み出すんですよ。例えば今イスラムとクリスト教をわざとぶつけ合わせて一一神教統一を目指しててるるよような、えー、社会工学をやってるんですよねでそれに対象してアジアの方がみんなで仲良くしようじゃないかっていう。 動きで,で実はですねあの前向きな動きいっぱいありますけどまだマスコミに出てないんですえ例えば先週中国軍とアメリカ軍あの海軍がフィリピン沖で共同軍事演習やりましたんですよでそれあのイギリスの新聞に出たんですけど日本の新聞に出なかったんですよで同じく今度あのー えー、ハワイで27か国の軍うん、うん、例えばロシアとか中国、日本、えー、アメリカが共同で行動を取っているんですよ。うん、さらに今、あのまたマスコミでなぜか出なかったんですけれどもあのアメリカ軍のホームページ見えるんですけれども、えー、ジョーサーフ・フダンスはーアメリカ軍の最高司令官が国連であのアメリカの軍のトップとして初めて演説しましたんですよ。えー、でそのの演説の中で何を言ったかかとというとこれからアメリカ軍は えー、世界平和維持軍にあの変えたい国連の平和維持活動に積極的に参加したいんですよ。で今まで国連平和軍がその人員が足りなくて、えー、非常に問題多かったんですよ発展途上国のちょっと訓練を受けていないその、えー、国連軍が児童虐待とかレイプとかいろんなトラブルがあったんですが、うん、これからもうちょっとレベルの高いものが踊ってるんです。あとは、えー 全くそのまだどうしても戦争を煽りたい対決を煽りたい人たちが報道していないものすごい大きなニュースがありまして、ええええ、イスラエルとエジプトが上海協力機構に入ろうとしているんですよ。うん、<で>上海協力機構それはあのロシアとか中国とかインドが入っている、ええ、あの軍事社会同盟なんですよで。これ何がポイントかというと今まで30年間イスラエルとイランがいつ戦争してもおかしくないというニュースばっかり流れてたんですけれども。ええ その軍事同盟にイランが入ってるんですよ。要は、イスラエルとイランが、これから喧嘩するいつか戦争するんじゃなくて。同じ、うん、地,地域、仲良くしようじゃないかと、それは事実は喜ばしいこといですそう。まあ、それはロシアの、で、しか報道されてなかったんですけども、この前、あの、上海協力機構の首脳会談があったんで、何、うん、かあります。で、さらに、あの、トルコが、ええ、なんか、あの、ロシアの戦闘機撃墜して、うん、それで、ナトー軍に。 あのとあのロシアと戦争しようぜっていう呼びかけしてあの無視されたんです。叱っ<え>とされたんですよ。あれは緊張が走りましたよね。で,そ,でその後あの、えー、ロシアの観光客とかロシアとあのトルコの、えー、経済交流全部止まっちゃって、うんうん、で先週あのあの先日トルコの、えー、エルドーガン大統領が、はいえー、謝罪の手紙を書きました。うん、ごめんなさいあの飛行機を撃墜してごめんなさいと、うん、でこれから 環境を改善したいといとう、うん、要するにあの対立をどうしても煽りたい政流がいるんですようん、うん、例えば、えー、尖閣諸島問題が中国と日本の間でずっと煽られてるんですけれども私はそれを調べたらですねお金を出してそのプロのそういう、えー、デモ屋さんにお金払ってこういう問題煽るようにしてるんですけれども日本と中国の関係を大きく考えると。 その尖閣という些細な石ころはあんまり関係ないんですよ。でそればっかりいじくってる人たちどういう人たちかというとやっぱり武器商人なんですよ。あの武器は売りたいためにどうしてもお金をかけて、えー、事件を捏造してこうトラブルを煽るんですよね。でそれその人たちをこう 止めようじゃないかという国際的な動きがあって、で意外にアメリカ軍がそれを支持してるんですよ。もちろんアメリカ軍が今、えー、南シナ海で中国が周りの国をいじめないような体制を取ってるし、あの仲良くするかだからと言ってこうやられっぱなしではなくて、ちゃんと線を引いた上で仲良くしようというあの大きな世界方針を変えようとしてるので、えー、これから。 中国対アメリカとかそのどか対どかっていうんじゃなくてじゃあみんなで一緒になんかこの地球をよくしようじゃないかとそういう方針が変わった、ね、でフィリピンの新しい政権がその流れに沿って、えええー、中国と喧嘩するんじゃなくてあのもちろん領土問題を許さないままこう関係のよくしようというあの動きで中国側もやっぱり話し合いで解決しましょう喧嘩じゃなくて。うん、そういうい いい動きがあるんですけどまだ日本のマスコミは経済的な結びつきをいろいろ根を張ったりすることはあと軍が一緒にこう行動を取ることによってこう喧嘩するんじゃなくて共通の,あの敵を、まあ、そういう意味でインデペンデンスみたいな映画でもうどっか地球外から来たらみんなで仲良くなるという,、まあ、そう,いう発想もあるんですけどね。 さあ、お時間になりました。本日のオピニオンクロスは以上とさせていただきます。<laughs>